キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、ということで崖っぷち選手、はい、今日はヤクルト編ですけども、はい、あ、もう冬は脇見せずに肩見せるタイプ、はい、そうですそうです。結構コメント欄で話題になってるよ。あ、本当ですか、うん、肩出しすぎですか。いや別に出しすぎかどうかは だってそれより出す、こんなチューブトップみたいになっちゃうやんな。まあでもオフショルからオフショルでもっと別に出そうと思ったらこの辺までは全然いけるわけ。そうな、はい、じゃあやってって言ってんで。やれって言われてないでしょ。言ってる言ってる、今コメント欄溢れてる。あ、本当ですか。花村さんやってギリギリまでって。ギリギリまで、うん、ギリギリまで。いやちょっとそんなサービスはできないですよね。そういう人は写真集買ってください。めっちゃ出してるんで。高橋さん、はい、そうやって言う人もう買ってる。確かに確かに。いやまだ最近見たっていう人いるかもしれないじゃないですか。そうなん、はい、今安くなってるからね。え、なってない、まだなってないの。なってない、メルカリで売ってるんじゃん。そういうこと言わないでください。いやメルカリはもう誰かが読んだ後ですから、うん、なんか分かんないじゃないですか。なんかこうスパッとかついてるかもしれないんで。あ、今お前ピーコメント言いそうになったわ今。何ですかピーコメントって。多分今9割ぐらいの人が想像したやつはツバじゃなかったと思うよ。いやいやいや、今鼻水出てきたやん。花粉症で。じゃあ肩はねちゃんとこのぐらいって普通、このぐらい出してる人普通ですよね、オフショルってね、はい、うん、まあ、いつもちゃんと二の腕と肩は出す、うんうん、あの 夏じゃないと二の腕出せないんで、うん、まあ、肩だけは出す。あ、そうなの。それはやっぱ里崎チャンネルルールなんで。そう、勝手に。勝手に。で、あの開幕と同時にノースリーブにしようかなぐらいの。そこがあの衣替えなん。いや、そうです。開幕で衣替えなんで。もういいや、もうじゃあもうビキニって全部出しとけばいいやん。いやいや、もうそう、あ、それはあれだ、写真集撮って。メルカリじゃなくてちゃんと買ってください。ヤクルト編やっちゅうね。そうです、何の話ですか。崖っぷち選手ね、はい、ピッチャー、はい、やっぱまずは、うん、背番号18番、奥川投手、はい、崖っぷち選手、うん、そっか、18番か、奥川投手ってね。だって入団するときは、はい、佐々木朗希より完成度高いから出てくるの早いんちゃうかってなってきてときに、うん、1回ね、うん、頑張ったときあったけども急勝しましたもんね、うん、だからその中で、まだ今年もね、はい、コンディション不良 で、うん、でチーム離れてなんか検査するとかってね、はい、でなんかコメントでは肩肘ではありませんみたいな、うん、でそしたらよ、上半身のコンディション不良だったら、うん、肩肘じゃなかったら、もう腰か、うん、ピッチャーだったら、はい、あとはもう指の血行障害かっていうところになるけども、はい、でも詳しいことは言えませんってことは、まあ、肩肘の可能性あるけども、うん、今22歳、今年23歳、はい、だからまあいわば大学卒業の1年目と一緒だよね。そうですね、うん、ってなった時に、まあ、最後はね、本人が決めることだからあれだけども、うん、不安じゃないんから。いや、そりゃ本人はやっぱり焦る気持ちとかあるんじゃないですかってなったら、うん、ね、もう最終手段の手術しかとかないじゃん、はい、ね、でも、まあ、下からって良くなるわけでもないし、うん、でもここね、なんかもどかしいよね。いや、そうですね、多くの人がね、2021年にあれだけ活躍したってなると、うん、去年投げてなくて、一昨年も1試合しか投げてないんですもんね、うんうん、だからほぼ丸2年投げてない状態でまた今年も投げられないってなったら、うん、それはちょっとファンも不安になりますよ ね戻ってきてくれるのかなっていう。だから、うん、こいつがここにいるこいつがなんか、はい、予言してた、お先生が、うん、今年奥川手術っていうのがね、うん、まあ当たるかも分かんないし、今年の大予想ですか。ああ、うん、最近当たってるんですよ。あ、そう、高川さんの大谷結婚もあった。いや、そうなんですよ。知ってた、知ってた、知らなかった。あれすごくない。ねえ、あれ結構当たってるんですよ。僕が、あ、そうなんだ。サトテルのことも、うん、ちょこちょこ反抗しだすっていうのも当たってるんですよ。車乗るから、いや大丈夫です。ちょこっとちょっとした方向ね。ちょこちょこね。予防当にすごかったな、あれ、はい、でもまあね、はい、このまま温存で、だからその投げれる状態になるけども、うん、それが継続できないってなると、やっぱプロ野球選手としてはダメじゃん、はい、ね、その一瞬は投げれるけども、うん、それを継続していくと不都合が起きるだったらきついから、うん、5年10年と持つようになっていくって考えた時に、もうそろそろ決断ね、どうするかね、うん、そうですね、っていうところは、うん、まあ、今がどんな状況か詳しい情報が出たいから分かんないけども、うん、まあ、大谷とかでもね、はい、肘だとトミー・ジョンも2回もしてるわけだからね、うん、正直ね。でしかも、ね、これがまた大谷がうまくいったハイブリッド式もね、はい、またスタンダードになってくるだろうし、うん、そういったところでは、まあね、
1年投げれなくなるけど、うん、肘かどうかも分かんないから何の話してんやってなるけども、うん、ちょっと人生崖っぷちちゃう。そうですね、だからこのまま本当に復活できるのかが不安になってきますからね。素材がいいだけにね、うん、そういったところでは、はい、まあ、今年ひょっとしたら大きな決断がある可能性もあるしね、うん、そうですね、うん、そういった意味では野球人生のね、こう岐路に立たされる、はい、このね、まあ、大卒1年目と一緒だからまだ若いからね、うん、全然何かしたとしても間に合うしね、球団も待ってくれるでしょうからね。そうそうそう、うん、だって山崎伊織なんて巨人の、うん、はい、痛めてで入ってきて、うん、で最初リハビリして、うん、ね、で結局今、はい、いい形になってきてるからね、うん、3年目とかまだ全然ね間に合うからね、うん、そういったところでは、まあ、どういう判断をなるのかっていうところは、はい、まあ、注視していく必要があるけども、うん、ちょ人生ね、はい、岐路に立たせてるかっけっぷちだね、うん、はい、で続いてこちらです。高橋啓治崖っぷちですか。崖っぷちはもうほんまに武蔵さん応援してる、うん、だってよ正直、はい、花火だからね、うん、まだ、まあ、そうです今ドーンドーンって上がったわけですよね、うん、去年行かなきゃいけなかったのに4勝9敗、はい、ね、で今年が27歳、うん、ってなった時に、うん、何年も活躍できなかったら若いの取られてくるからね、はい、あと投げてみなきゃ分かんないのかってみたいな感じになってきた時に、うん、まだ、はい、まあ、先発高橋やろうって入ってくると思うね、うんうん、これがまた今年パッとしなかったら、うん、もう来年入ってこなくなって、まあ確かに今こう人がいないから、まあ、高橋奎二投手もまあまあ絶対ローテに入るだろうってね、うんうん、思ってますけど、やるけどもここでしっかりしたものを結果出して、うん、安心的なものを出さないと、はい、サバイバルポジションで高橋やろう誰それやろうって言われてるから、うんうんうん、が競う感じかなみたいな感じで、はい、役職から落ちる可能性ある、ね、うん、今で言うとね、去年はでも一番登板数は、ね、比較的多かったけど4勝9敗か、うんうん、2022年が8勝2敗しかもよ、うん、あの投球回、はい、2022年の方が多いからね、うん、あそうなんだ、だから要は去年は登板数は投げてるけど、うん、結局早めの降板もめっちゃいっぱいあるってことだよね。あ、防御率も全然違いますからね、うん、投球回のイニング数も違うし、うん、イニング数も違うのにイニング数が2022年より低いのにもかかわらず、うん、1イニングね、うん、でも打者が約30人多く去年とか戦ってるということはどんだけ塁出してんねんって話なんだよ、うん、結局ね、うん、でヒットの被安打も30本増えてるから、ね、はい、で三振は約20個減ってる、うん、でフォアボールが10個増えてる、だからイニングが減ってんのにしこたま成績が倍ぐらい悪くなってる、うん、これは今年ちょっと頑張んないと、そうですね、名前がなくなりますよ、崖っぷちだね、うん、頭数入らなくなってきますよっていうところですね、うん、ポジションを確保するためには、まあ、最低でも10ぐらい勝たないと、うん、まあ、小川でしょ高橋でしょって言われなくなるからね、はい、正直ね、うん、なかなか厳しいね、まあ、ルーキーもね取ってきてますからね、そう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 、うん、で今年ね、はい、野手、はい、崖っぷち、はい、長岡武岡のコンビです。おお、あああれですか、ショートのところですか、うん、うん、もうここが崖っぷちです、はい、まあ、長岡もね、うん、昨年2割2分7厘と、はい、まあ、2022年ね、うん、しっかり活躍してでそこでゴールデングラブも取って、はい、ね、2022年に、うん、で2023年来たら、ね、うん、なかなかね難しい展開になって、うん、そうですね、ちょっと惜しいですよね、2022年にあれだけこう、うん、掴んだと思いきやっていうところが、 そうそうそう、でそこに出てきたのがこう竹岡の同級生ね、うん、なんだけども打率2割1分クリーンと、はい、まあ、ほぼ竹岡と長岡変わらないっていうね、うん、どっちつかずでここで抜き切れないね、はい、チャンスはあるけどもね、うん、だからどっちが勝つのかこれね、はい、なんで崖っぷちかっていうと、うん、一歩間違ったら、はい、来年宗山くん来るかもしれないからね、そうですねそうですね、そしたらそこがもうルーキーから一気にこう来ちゃう可能性もありますからね、でもヤクルト的には、はい、宗山、うん、行っちゃダメなのよ、長岡か竹岡かね、最低でも2割5分ぐらい打って、うん、で無条件でピッチャー行きたい、うん、そうですね、チーム状況としては、うん、それこそ昨日投げた金丸君とか、うん、ね、まあ、ピッチャーいっぱいいいのいるよ、はい、ピッチャー行かなきゃいけないんだよ、うん、どっちかっていうと、うん、それなのにそこ埋めきれなかったら、うん、行こうかどうか分かんないよ、はい、選択肢入ってくるじゃん、うん、一択でピッチャー行きたいんだよ、うん、そうですね、でしかも宗山君1位で行かないと絶対取れないんだよ、はい、でピッチャーも1位で行かないと絶対取れないんだよ、はい、ってなった時にハズレ1位とかじゃもうちょっとダメなんだよ、うん、ってなったらここはヤクルトのためにも長岡竹岡がしっかり
活躍して、ね、うん、山田テストの守備も後釜もみたいなね、うん、感じとこもしていかないといけないわけよ。そうですね、ヤクルトの命運もかかってんだよ未来の、うん、ここが埋まるかどうかでね、チームも強さも全然変わってきますしね、全然変わってくる、うん、で来年ドラフト戦略も変わってくる。そうですね、うん、だからヤクルトが崖っぷちだからこれ。おすごい、ヤクルトすごい2人じゃないですか、うん、それによって大きくね、はい、戦略がね、うん、変わるからね、はい、そんなの大型ショートとかいないからね、うん、なかなか、はい、結果的に見てても、うん、だって今のショートで球界の代表クラスって言ったら源田選手、源田でしょ、うん、であとはまあ紅林が出てきて、あと小園、今宮とかでしょ、うん、なかなかだから、うん、それがね、下手したら坂本クラスにもなるかもしれない逸材でしょ、はい、松井和夫さんみたいになってますね。そこでね、はい、どういう選択になるのかを考えると、うん、ここが頑張ればね、はい、もう無条件でピッチャーいけるからね、はい、今年だって竹内ドラフト1位で行ったわけでしょ、うん、行ったけど取れなかった、はい、で結果西田でになったわけでしょ、うん、考えたら左ピッチャー欲しいんでしょ、はい、おい、いるじゃんみたいな、はい、そこにね、無条件でいけるためにも頑張んなきゃいけないね、うん、はい、正直ね、ね、頑張ってほしいですね、ガチッと掴んでほしいですね、うん、まあ、そういったところかな。だからこのね、はい、これに付随して言うと高橋健二も頑張っておかないと、はい、来年もしくじ引き引いて金丸君とか来たらポジションなくなっていくから、ね、確かにそうですね、うん、今のうちに頑張らないと、はい、で若いピッチャーまた出てきちゃったらね、そう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 、うん、だから今焼け野原の誰もいないところ、少ないポジション争いのところを、うん、自分が結果出して確立していかないと後々取られるからね、うん、そうなってくると今まで以上に頑張らないとポジションを確保できなくなるから、うん、そういった意味でもなんか今年の秋のドラフトはね、ちょっと即戦力系方策っぽいからね、はい、結果どうなるか分かんないよ、うん、そういう人が本当に、まあ、即戦力になるって言って本当に即戦力になって少ないからね、はい、あのどうか分かんないけども、それぐらいの期待感があるドラフトになるからね、うん、この1年間この選手たちはちょっと正念場じゃない。そうですね、うん、頑張らないと自分と同じポジション取られちゃうよ、そう取られる、うん、そうだね、うん、うん、だから人生崖っぷち、はい人生崖っぷち多いですね、野球人生ね、はい、はいはい。